みんな、ついに俺も上弦の3になれたよ。無惨様、私を上弦の3にしていただきありがとうございます。夢見心地です。うんうん、エンム君は映画でも活躍して頑張ったからご褒美だよ。興行収入1位になったのはエンム君のおかげだよ。確かに無惨様の言う通りだよ。映画がヒットしたのはエンムのおかげだよ。エム、その通りだ。300億の男は俺ではなくエンムだ。エンムさん、鬼滅の刃の映画をヒットさせていただきありがとうございました。いや、俺の立場ないんですけど。無惨様、なんでエンムの評価がそんなに高いんですか。映画がヒットしているのはエンムのおかげじゃなくて、後半の俺の登場と煉獄との戦闘シーンの盛り上がりおかげじゃないんですか。うぼれるな。何を勘違いしているんだ貴様は。お前なんて映画の後半にちょろっと出ただけだろうが。お前の興行収入への貢献度なんて600円くらいじゃ。いや、さすがに少なすぎるだろう。エンムも上限の3になったんだね。下限出身の仲間が増えて嬉しいよ。ルイ君、ありがとう。俺も下限の仲間には支えられてきたから、また仲間になれて嬉しいよ。おいおい、下限出身の奴らがなんか言ってるぜ。まったく笑っちまうよな。ほんとほんと、いくら上限の3になったと言っても、上限出身の俺たちと対等になったとでも思っているのかな。下限出身の奴らは下限出身同士傷の舐め合いでもしてなよ。いや、みんな性格悪い。どうしたんだよお前ら。なんで上限の3の中でヒエラルキーができているんだよ。出身学校とか学歴で差別するいじめみたいなことやめろよ。上限の3はみんな仲良しなんじゃなかったのかよ。うるせえ。上限の3に上限出身も下限出身も関係ないだろう。いじめみたいなことはやめろ。上限の3は全員仲良くしなさい。いや、俺今同じこと言ったんですけど。さすが無惨様だ。上限出身も下限出身も関係ない、同じ上限の3同士みんな仲良くするべきだ。その通り、上限出身とか下限出身とかそんなことで差別するなんて考えられないよ。そういうこと。男ならそんな小さいこと気にしてんじゃないわよ。ほら赤さん、あんたもしっかり謝りなさいよ。確かに無惨様の言う通りですね。私が間違っていました。ルイ、エンム、ひどいこと言って悪かったよ。赤座くん、そう言ってくれてありがとう。またこうして仲良くなれて僕も嬉しいよ。これからもよろしくね。うんうん、みんな上限の3同士これからも仲良くするんだよ。赤座もしっかり反省するようにね。はい、すみませんでした無惨様。で、いつの間にか俺が悪いことになってる。